今日本の子供たちが教科書で騙されてですね、ずっと騙され続けて、そして、まあ、大人になるということで欠陥製品がいっぱいできある。総理大臣になっても欠陥製品で鳩山由紀夫とか神田大人ができないということだと思います。だけど日本のですね、今日本国民大人も騙されているのがあるんですね。それを3つほど紹介したいと思うんですけども、1つはですね、いわゆる保守派と言われる日本の国民の隣の人がですね、石破茂という政治家に騙されています。彼は決して保守派とか日本派の政治家ではないんですね。彼は靖国神社に参拝したことは一度もないんです。これからも行かないと言ってます。で、東京裁判士官にどっぷりと使ったですね、日本が侵略戦争をしたと思い込んでる人なんですよね。でも軍事オタクですから、遠くから見てる人は彼が日本派の保守派の政治家だと思ってる人が多いんです。騙されてるんですよね。でも近くにいると分かります。彼は私の直属上司の防衛大臣でしたから、皆さんもぜひ石破茂にだけは騙されないように幹事長ですから、まあ、総理大臣に近いところにいるわけですよね。で、今後総理大臣なんかなってもらったら本当困るから、あれ民主党と一緒なのに彼が総理大臣になるとですね、恋だめの民主党と同じです。民主党は本当恋だめですから、左翼に支えられていますから、民主党の一般の政治家も恋だめに押してみんなクソだらけになってますから、一番人は騙されないようにお願いします。次にもう一つはですね、次に中国のですね、情報戦で騙されているのはですね、中国の軍事力は極めて強大で、日本を侵略しようとしたら立ちどころに自衛隊なんかやられてしまう。嘘ですからこれは。中国がですね、私4年、5年前まで航空幕僚長で、中国が何ができるか、どんな能力を持つかというのは月に一度は必ずブリーフィングを受けるんですね。その時点で中国が日本を侵略する能力がある、誰も一回も言ってません、そんなことは。で、5年後の今その能力を持つに至ったら絶対にそんなことはありません。軍事情勢というのは10年以上経たなければ絶対に動くことはありません。国際情勢はですね、大統領と総理大臣が握手した途端に変わります。昨日まで敵だったけど今日から同盟国だということになります。で、軍事情勢というのは軍事力の実態ですから、5年間でですね、劇的に動くなんてことはありえません。ですから中国が日本を侵略する能力を持つとしたらあと10年以上絶対かかりますから、だから全く心配しなくていいしですね。で、また尖閣でちょっとしたいざこざがあってもですね、それが戦争になることなんかないんです、絶対に。戦争は中央政府がやると決めなければ絶対に戦争にはなりません。だから末端でいざこざなんかあったってそんなのはしょうがないんですね。だから中国の船に対して海上保安庁も自衛隊もですね、武器の使用を極めて制限をされてますからできないんですけども、まあ、過激放水ぐらいしかできないんですけども、まあ、過激放水はやめて穏やかな銃撃で沈めたらいいです。それをやったらですね、そんなことは戦争になったらどうするんですか、絶対になりませんから、心配ないと思います。で、中国にその軍事力が強大であるということを、中国が、習近平がですね、全軍に戦争の準備をすると推奨した。本当に戦争をやるときはですね、分からないように準備するんです。戦争の準備をみんなやるぞって言ってるときはね、これやる気ないんですよ。結局これは騙しだけなんです。習近平、習近平です。これは金正恩も一緒です。北朝鮮のですね、この本当に攻撃するときは黙ってやるんですよ。で、やらないからやるぞやるぞと、まあ、北朝鮮も注目できるということですね。これが2つ目です。で、3つ目はですね、日本はアメリカからも相当騙されています。日本は領土問題でロシアや中国や北朝鮮からいろいろ侵されようとしてますけど、侵されてますけれども、一番主権を侵されたのはやっぱアメリカからなんですよね。これは結局アメリカは合法的に日本に圧力をかけてアメリカのこの石を飲ませるということでですね、これが一番主権を侵されています。で、日本はですね、鳩山総理が言うように日米対等だと言ったその瞬間から対等にはなれないんです。今完全にアメリカに日本は握られています。自衛隊はアメリカの戦闘機、護衛艦、ミサイルシステムを使っているんです。今兵器システムの能力を決めるのは半分以上ソフトウェアです。ソフトウェア中身見えませんから、作った国が継続的にこれを技術支援してくれなければ動かないんですね。だからアメリカが日本を支援しないというと、もう自衛隊は動けません。さらに自衛隊はアメリカの暗号を使っています。アメリカの敵味方識別装置を使っています。アメリカの GPS を使っています。
ですからアメリカにへそ曲げられたら自衛隊は全く行動できないというのが現在の状態なんですね。これをじゃあどうやって出すんだと、軍事的に自立しない限りは絶対に国家は自立できないんですね。ですからそのためにはですね、私は何を最初やるか、武器輸出解禁ですね。武器を日本の武器を作っていいという、で売っていいということになればですね、会社もまあ先行としてまたいろいろできるんです。そうすればやがてアメリカ製の戦闘機、護衛艦、ミサイルシステム、そういうものは逐次、まあ、日本製に置き換わっていくと思うんですね、国産に。でそうしておいて自分の国は自分で守れる体制にして対等だと言わなければ対等になりません。だからアメリカがですね、それをさせないためにまた情報戦を仕掛けます。北朝鮮のミサイルの脅威、アメリカどんどん煽ります。北朝鮮が日本に向かってミサイル撃つことなんかありません、絶対に。撃ったって何にも儲からないんですからでですね、これは攻撃力を持たない自衛隊にもっと守りの体制を固めさせて攻撃力を持つことに金を回さないためのアメリカの情報戦です。でアメリカは北朝鮮のミサイルの脅威だけ煽ってるんです。そしてさらにアメリカの戦闘機や護衛艦やミサイルシステムを使わせる。でアメリカも相当腹黒い国ですから、ただ周りをみんな敵にしたら困るからですね、じゃあ今何と一番戦わなきゃいけない、中国と戦わなきゃいけないという時は、まあ、アメリカと仲良く振りをしなきゃいけないですよね。だからこれは安倍総理やってると思います。彼は多分 TPP 参加には反対なんですけど、一応交渉に参加するのは今とりあえずは中国と戦わなきゃいけないから、戦うというのは戦争じゃないですよ。中国戦争する気はありませんから。尖閣に出てきてる船、あれ古い船に殺されて無人携帯で乗せて中国が中国の希望通り沈めてやったらいいと私は言ってます。希望通りしないとまず石破茂に騙されない中国に騙されない、アメリカに騙されないということが大事だと思います。ありがとうございます。